いや、5、600人ぐらい来ちゃうのかなとか思ってたら大間違いでした。20スロがね、でも763台あるんで、何しろ1515台もあるお店ですから、台数はかなり多い規模のお店なんですけど、ただ台数以上はもう軽く並んでますんで、抽選でまあまあ滑ったら台取れないですね、これね、確実に。お、いや、普通だったらよくねえよ、普通だったらよくないけど、ずいぶんいいよ、でも今日に限って言えば。おはようございます。おはようございます。どういう並びになってんだこれ。ああ、そういうことか。ほらほらほら、やっぱ大丈夫だ、こっちは大丈夫だよ。あ、ダメかな。ああ、プレハナはアウトか。ああ、ツインドラゴンいける。あ、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 開いてました、開いてました。よし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 、ギリギリ。いや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 、いや、おかげさまでって感じだね。よしよし、結果ここからスタートできたならね、よかった。前回のね、後ろ踏み収録の時にトータル収支が、ね、なんか3000枚が見えてきたとかって言ってたかもしれないけど、って言ってたんですけど、よく計算したらね、前回の収録をが終わった段階で、2162枚だった。ちょっと持っちゃいましたね。若干勘違いしてました。2000枚ちょっとのプラスでしょ。いやいや、まだまだねえ、油断できないよね。ねえ、メガコンコルドさん系列のね、愛知のブレイズ店さんの方で、で今月後ろ踏み行かせてもらいましたけども、が3万8000枚ぐらいの赤さ玉、お客さんの勝ちってことだよね、だったと思うんですけど、いや、改めてやっぱあっぱれですよね。まあ、もうやるときにはとことんやるときはきっちりやってくれる出玉店だと、チェーン店だという認識ですけど、ね、っていう意味ではやっぱ今日も、ね、相当期待していいと思うんだよね。まして花々打ってますんで、ここはきっちりね、結果を出さなきゃいけないところなんじゃないかなと思う。200超え、まあそういう朝もそれあるよな、たまには。ここのとこちょっと朝引きすぎてたっていうのがあるから、まあ、お目に見よう。ここは260ゲームで、まあ、ボーナス来てないんですけど、等しくスイカ持ってないんだよね。で、ね、まあ、これ何が言いたいかっていうと、まあ、スイカだってさ、ボーナスがさんと似たようなもんじゃない、ざっくり言ってしまえば、通常時のスイカの確率ね。で、そっちも引けてないわけだから、それはボーナスが引けてなくても何の不思議もないよねということにはなるよね、一応ね。よしよしよし、ちょっと手こずったけど、まあ、1万1000円309、ビッグで、よしよしよし。選手さん割になりに、まあまあ妥当なとこで当たったんじゃないかなと。309ゲーム、俺はそういう日もあるよね、それは。よし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 、がぜんやる気になってきた。ね、一応買ってるね。投資家さんじゃったけど、ちょっと使った分以上の
収穫がありましたよ。ね、初手から300を超えたのはちょっとあれだったけど、またファーストウィークでスイカ3回、ね、状況を考えたら、ね、だいぶ色めきだっていい状況なんじゃないかなと思うんだけど、ちょっとでもここはちゃんとつながっててもらいたいとこだよね。何回か早いのを引っ張って、おしよしよしよし、7-2。ボーナスガスさんの健康を取り戻そう。うん、このビッグはスイカオーティーズ、まあいいでしょう。うん、ちょっと早いのはなかったけど、溜まってる場合ではねえな。ね、この、ね、当たり取れなくて追いつかない感じもね、まあ、こう投資1万1000円ぐらいのところで、まあ、持ち玉で乗られるぐらい やれてる分にはいいんだけど、これまた飲まれて追加投資とかってなると若干ねしんどくなってくるから、まあ、しばらくまあやめる気はないんだけど、しばらくやめる気がないんで余計ね、うん、なんとか持ち玉でやりくり。いやー飲まれちゃうなこれ、ちょっとまずい。ただ初っ端のビッグでスイカ3でしょ。いや下の方だと相当な難易度だと思うよね。え初っ端手こずったけどねえ、ファーストビッグでスイカ3回落ちて、でまた次72ゲームビッグでね、ただまあトントンてかちょいプラぐらいになって、あこれいけるねってなったところからの全飲まれ。いやーここ頑張んなきゃいけないラウンドだったような気がする。500いくねこれ、まずいまずいです。投資が15,000円、まあ、当たり取れてないけど、まあ、ビッグ2回分、ね、持ち玉でやれたんでね、まあ、そこまでまだ傷口は広がってないんだけど、だからまあこれ、ね、ここを仮に当たるまで頑張るとしましょうよ。でまあどこまで持ってかれるか分かんないけど、まあ、当てるだけ当てて、そこからね、もし持ち玉でつながってまた来なくなっちゃったとかってなると、さすがにね、花花は花花なんで、もう今日中の逆転がさすがに厳しくなっちゃうというところで、だからそこまで追い込まれたくないんだよ。だからこれはとりあえずさっさと当てよう。うん、いやー600さすがにまずいな。ふう630、あー滑ったまずい、あーだよな。青、ここは、まあ、化けだからね、まあ、飲まれてももうちょっと追っかけようかなと思うけど、ここでそれこそまた200とか超えてきちゃうようだと、さすがにどうなのっていう確率にはなっちゃうよね。もう1000ゲームでボーナス3回だもんね。なんでこれでどうか流れは変わってください、いい方向に頼む。卓球部選手が163馬券、
で赤だったということですね。で今ね上も下も見てきたんですけど、本当に空いてないで、唯一、まあ、全部の島行ったわけじゃないんだけど、まあ、ほぼ見たんだよね。だからいよいよ空いてなくて、2階のバラエティのおそ松さんだけ空いてましたなるほどなるほどね。てかてなるとでも逆におそ松さんすげえなって話なんだけどね。いやー3枚入っちゃったね。2の2で366分の1してもうガッサンもクソもねえもんな。ちょっとまあだからまあ要は事故ってるわけですよ、ね、どっちかのボーナスだけ極端に弱いとこだったらまだ分かんなくないんだけどな。両方悪いかな。はい299ビッグで、あーそうなんだ、そうなっちゃうんだ。青に赤1、ね、合算がもう設定の枠の中に収まってないところがだいぶはみ出ちゃってるからね。もう台が悪いとかそういう話じゃなくてもう個人的に事故ってるよね。もう一発ビッグエッグとかぐらいまでは頑張ってやろうかなと思ってるんだけど、154、あービッグ感いくがハマった。1000は超えてるね。1090の154、まあまあ1200ぐらいもあったんだな。投資はサニー、あ、うん、黄色か。しょっぱなのビッグはね、スイカさんが落ちたけど以降2回は落ちず、これでビッグさんのスイカさんね、いざとなったらまあ一発逆転狙いしようにもね飽きないがないんで、だからどうにかなるならまあこの台でどうにかなってくれるのがまあだから一番いいんだよね。はい、残念かね、あの630ゲームハマりっていうのと299ゲームハマりっていうのがめちゃめちゃ短い間隔で重なっちゃったからね、まあ、その2つがもう今のところ先般だよ。あとはまあボーナスは6回で残りの4回はまあ妥当なところで当たってるんだけど、この2回ね早い段階でハマっちゃったことでね、えがぜんガッサンが引き下げられちゃってるんで、ねえぼちぼちちょっと早いのをポンポン引いてまともな確率にちょっと戻してきたいんだけど、ね、およそ1200ゲームぶりかなのビッグも次の当たりは早いの来ず、いやこのビッグもストレートで飲まれんな。移動、はい、外線に1台空きが出たということで来てみましたら、まあ、まあ見ての通りだね、オハテン食らっちゃってんだ。オハテン食らって269ゲーム、まあただまああのまま腹を打っててもまあもう今日中にというかこの時間内に多分もう勝って帰れないと思うんだよね。だからまあ
ちょっとこっち一発逆転でないという感じになっちゃったけど、そういうことをするつもりじゃなかったんだけどな今日は。当ててえな。当たってねえか。おう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 おお、なくないなくない、ある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 やつよこれ。あるね、ズバリありますなこれ。うん、あるある、当たってる当たってる。ここかな。よし、全部で39,000円、こっち来て7,000円だね。集団キララを引く直前がまあまあざわついてたんだよね。だから天国の集団チェリーだったら、ね、ループ持ってきてるかもしれないけどね。頼む。いやー厳しそう。おう、強め店長。1ゲーム目の右上がりだったのか、それともループ持ったのかわかんないけど、22。いやラッキーラッキー。右上がりこっちそんな感じで当たるかな。朝ね、おはてん食らってる台だよ。ああ助かりました。いずれにしても連チャンしてバチャじゃないとこよ。最初にループ持ってたかもしれないし、その後のやつであの1ゲーム目の右上がり当たってる時点でいいとこで当たってるかもしれないしね。あいいよ550、これいるだろう。いや大丈夫大丈夫、550強いでしょ。あれ、あ右上がりやめろ、あバカ、あれまた潜ってるとこある。577いるんじゃないのか。わあ遅れた。あれモード E だけ。あいるな。ここてかもう28なんだけど。うわいなかったの。ここここおあれいたいたいた。え、ちょっと待って、
34いなかったんじゃん。頑張れ。おお、当たった当たった当たった。よかった。ありがとう。あれ。これ帰ってきちゃうんじゃないか、もしかしたら。これリップ4頼む。おー、来た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 、重押し。右上がりやめろよ。よし。そして5連からの6連まで視野に入れながら、ダメか。エス。ああ。あの左鏡。位置消えちゃってる。鏡頼む。うわ、よし。待てよ、これ揃っちゃったら逆転だぞ。頼む、お願い。はい。うそういうとこなんだよな。知らない4連。いや違う、そうだね。あとまあ500枚ちょいなんだよね。普段だったらね。じゃあ最後なんかまだ可能性ありそうなノーマル方面行ってね、そこでうまいことまとめてフィニッシュとかっていうことになるんだけど、到底脈ありのねノーマルとか空いてるとは思えないんで、いやもう押しの一手だな、勝負だな今日は。1200枚出たところでやめて他に行くっていうことができてればまたちょっと違ったかもしれないけど、いや無理だよな。演出なし。こっちか。長くねえか。長い。来たら俺。あれダメ。あダメ。うわ。当たるんか。残り100枚。いや当たってくれれば助かるんだけど、火7、3連状態で
フィニッシュ。へいっ。もう残り1時間切ってますんで、下皿のコインとカードに、まあ残り50枚なんだよな。まあ飲まれたら、まあそこがもう墓場だね。凱旋はさすがに、最後まで静かだな。まあまあでもここはある程度納得してるから、まあいいんだけどね。総じてやれない日だったな。一応500手前ぐらいまで回したから、まあこの後誰かまた打ってくれるかな。天井まで1000ぐらいだからね。リセット状態の朝一で打つのと同じだよ。はい、終了です。はい、リセットありました。ちょうど5万負け、46枚勝ちなんで、マイナス2300枚ですね。で、一応牛尾踏み趣旨的には、まあ、朝も言いましたけど、前回の取材の時点でマイナスじゃない、プラス2162枚だったんですよ。で、3連勝経由でプラス2162枚、あ、いい感じで階段登れてるなっていう感じ、うん、経過だったんですけど、おかげさまで今日2300枚はたいてしまいましたんで、マイナス138枚になってしまいました。いや、あのね、脇が甘かった。うん、朝もう抽選の時も言ってたでしょ、抽選を通ったからって浮かれるな、滑ったからって諦めるなというところで、まあ通ったって思っていいじゃないですか。で、案の定というか、まあ今日できれば打ちたいなと思ってた花が取れましたんで、まあ、ある意味では対岸成就なわけですよね。で、正直ね、ここのとこ今月なんかもう本当めちゃめちゃ調子良かったんで、あ、今日もまあこの流れだったら大丈夫だろうなと思ってしまったところが、やっぱ運の尽きだったんでしょうね。あそこまで滑らないじゃないですか。まあもうその台の内容というか、設定うんぬんかんぬんっていうのの枠の外で僕今日戦ってましたんで、ね、引けないにも程があるというか、やっぱ年にね、何回かあるんですよ、ああいうことが。ねえ、初っ端のビッグでスイカ参加をした時にはもう心の中で小さくガッツポーズしてたんですけども、ね、結局その後繋がなかったですもんね、全然ね。で、まあ、最後凱旋はまあそうっすね、くじ引きに参加したということなんで、まあ、あそこはまあ負けて納得なんですけど、ただまあそれにしても本当ね、序盤に来たGストップの V 天杯、あれ取れてればもう深追いというか、もうしなかったと思うんですよね。ただちょうど中途半端な枚数で終わっちゃったでしょ、投資が。だからあの時で、1700何十枚だったところで1200枚ぐらいの、うん、持ち玉だったわけですよ。で、あと500枚、ねえ、プラスになってたら、なんかそれこそもうへこんでてもいいから、アクロス系の台とかで、うん、ちょっと最後まで、ね、地道にやるとかっていうこともね、選択肢として出てきたんだと思うんですけど、負けてたん で、もっと言うとちょっと凱旋そろそろ何かあるんじゃないかと思い続けて、ね、やっちゃってるところがあるんで、そういうのも良くなかったですよね。はい、ということで結局ほぼいいとこなしの5万円負けでございます。おかげさまで。ただね、このままの流れで牛尾踏み収支がで大きく持ち崩すみたいなことがあってはもう絶対いけないと思いますんで、なんとかね、今一度地に足をついて、まあ、今日は地に足ついたんですけどね、ただやっぱちょっといろんな意味でメンタルの部分でね、ちょっと今日は気持ちが浮ついてたんじゃないかと思いますんで、次回
今一度ふんどしを締め直してですね、挑戦してこようじゃないかと思います。まあ、お店の状況についてはまあそうですね、売ってる方が一番分かってるんじゃないかと思いますけども、あらいにか拡大係数機で、まあ、ナンバーランプに常にそのまたスランプグラフが表示されているわけじゃないんで、外から見てもちょっと分かんないんですよね。なんでそちらの方はまた例によってあの概要欄に貼ってあると思いますけども、衣装組の特設サイトの方で、あの結果レポートの方が掲載されますんで、一つそちらご覧になっていただきつつですね、今後ね、あのメガコンゴールド151の大垣インター店さん、大垣インター南店さん、また12月に一応予定してますんで、今回ねこういう結果になってしまいましたんで、ちょっと次回何とかリベンジできるように僕の方もいろいろその結果を踏まえてですね、次に向けてちょっと何かと啓蒙してこようと思います。ということで残念な結果になってしまいましたが、企画の方は爆進中でございますん で11月からですね、今度取材の方も始まりますんで、そちら進捗状況等々ですね、またまた特設サイトの方でご確認いただきましてですね、近くの店でやってたらぜひとも遊びに行ってもらいたいと思います。ということで今回はこの辺でお開きでございます。次が参ります。さよなら。